こんにちは皆さん。私は元山口組顧問弁護士でユーチューバーの山口幸男です。私が山口組顧問弁護士として長年ヤクザの社会を見てきて、そして私なりの見識を持って、このヤクザの社会をわかりやすく解説するというチャンネルでございます。今日は神戸山口組幹部が言い放った 犬の茶碗で飯は食わん。犬の茶碗パート2です。この発言に対して、六代目山口組側も珍しく、えー、週刊誌にその発言を載せておりますね。まあ、まあ、これは簡略に言うことができるんですけども、逆円逆逆きをして出ていった人間には大義はないと。要するに、えー、逆縁逆逆逆きは、 滞在であるので、そういうものを言う資格はない。もし、運営に不満があったのならね、えー、組織、山口、六代目山口組にいた時に、ちゃんとしっかり発言して、正していくべきじゃないのか、ということを、あの、言っておりました。えー、でも、六代目山口組の体制の中で、えー、言いたいことが言えたかどうかというと、 あの、非常にこれは疑問ですね。今ここで言うのでさ,でさえも言いにくい。大きい声で言えないんで、小さい声で言いますけどね。もし言うとしたらね、お金の取り方がちょっとエグいことはありません。負けてくれません。ということと、 それから竹内さんが今、二段取り三段取りで、あの、直参になれはったんですけど、あの人がやっぱり高山さんと同じように山口組引っ張っていかはるんですかって、僕ら用事ないんですかって、そういう方でよろしいのっていうことと、もう一つはね、あの山県組をどん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 こう、小さくして、山県組って、この、なくした方がええと思手てはるんですかって、こういう質問があるんですよ。これは言えませんね。 お金の取りすぎちゃいますかも。この一言も言え,言えないと、やっぱり思いますね。うん。ですから、まあ、あの、六代目側の反応の体制内で言って直していけばいいんじゃないかっていうのは、ちょっと、あの、しんどい話ではないかと思います。ただ、神戸山口組に行った人、それから、まあ、ま、あ井上さんもそうだと思うんですけども、六代目山口組がどういう方針で、この、 運営しししようととたのかこれやっぱ考えてほしいと思い思ますね私が思うには六代目山口組っていうのはね五代目の鉄を踏まない五代目の過ちを繰り返さないとそういうことで運営してると思うんですよ五代目の過ちっていうのは権力の二重行動で言ったように2人の権力者がいたそのことが崩壊に繋がったんです今回の分裂も六代目が誕生する直前は 行道会と山県組という二つの勢力があったんですね。権力勢力。ですから、これを二つ置いといたら、また将来に過去を残すという教訓があるんで、一つ、この、えー、山、山県組は勢力を小さくしたいという思惑があります。それに沿って、あの、小さくしていきました。これはもうその通りですね。まあ、できることならば、 通常の一時期三程度に縮めたいという思いはあったと思います。そして、え領、ー、の出身母体である弘道会はしっかりした組織にしたいというふうに思っていたと思います。それともう一点は、六代目山口組っていうのは、中央集権、中央集権を非常に、えー、高めてね、えー、上から下へのビシッとしたね、 そういう体制を作ろうとしている組織であるということも分かってほしいと思いますはい高山岡頭はけじめに厳しい人ですねヤクザの奥手に関してはもう特に厳しい司親分もそうだと思いますよですから話し合い中間的な妥協ないです もう最初からないですよはっきり申し上げてうんそれはもうあのこう山口組の解散と井上組長の引退この考えが揺らいだことなんかは一度もないと思いますよだからその手段として構想をやむなしということになると思いますねえ井上組長が引退するためには引退できるような あの状況、環境が整,整わなきゃダメですね。誰かが中に入ってその環境を整えてくれる人がいればあり得るかもしれません。それはどういうことかということはね、あの、井上組長を仮に辞めても、守ってあげられる力のある人が守,守るという、そういう体制ができれば、これはあり得ますよ。というのは、辞めたら、あの、財産も何もかも取られてしまう。 可能性はありますからねそれで下の突き上げがある可能性もありますしただそういうことがないようにするために、あのー、誰も井上さんに対して手出しができないようにまた普通の一般市民として生きれる程度にね、あのー、守ってあげられるような仲介人が入ればあるかもしれませんね。 私なりにうまく着地点がないかなと思ってそれなりにあの皆さんと話したときにあの、気持ちを聞いてみてます。私は本当にあ立ち上げの時のおみんなで汗流した、そのメンバーの一人なんですよ。あの、正木さんやあの井上さんやね、あのああの池田さんらと一緒に旅行してる口ですからね。 うん、ですから、まあ、どんなふうに思ってるのか、うまくいかないのか、うまくいかないなだろうかというふうに打診をしたことはあります。でもやっぱり、六代目側がもう解散団引退だということを譲らない,ないならばね、無理だと思って諦めましたね。それは、あの、私が、えー、引退する井上さんを守ってあげられるならやりたいけど、無理ですね。 うーんだからあー、このままの状態が続くと、続くと、ますます組、ま、員、あ、が減っていくということがあるでしょう。そしてまた散発的に、あの、発砲だとか、えー、車の突入だとか、いうこともあるように思いますね。で徐々に徐々にも自然消滅していくような形で、痩せ細っていくような気がしますね。 今の状況で仲裁に入る人はいないと思いますね。うーん、難しいように思いますね。六代目山口君もやっぱりメ,メンツがあ,あるんで中途半端なんか絶対ことにしませんからね。顔仲裁人の顔を立てるか言たら立てる気なんかないと思いますよ、うん。そうなるともう本当に行く道は行くしかないという,いうことになっちゃいますよね。 でも、そっちを選択すると思いますね。ただ、あの、今は山内構想の時代と状況がもう全く違います。まあ、防災法において事務所の使用禁止もかかっておりますし、5人以上人が集まってはいけないというのも、そういう網もかけられておりますし、何よりも、えー、はい、上、あの、一つ事件を起こせば、 組織犯罪処罰法で、もう国ごと検挙される可能性っていうのはありますんでね。あまり、その、たくさん事件を起こすことはもう実際問題難しくなっております。よっぽどしっかりしたヒットマンがいればね、あの、可能でしょうけども、そんなに次々次々,々,々と、あの、使える人物がいるものではありませんので、 まあ、こ着状態と、それから散発的な襲撃と、そういうことが続くんじゃないでしょうかね。それこそ、あの、山弘さんでも、あの、あの、引退した後は、ちょっとどこにいらしたかわからない状態ですよね。だから、井上組長がもう神戸にもおれないぐらいまで格好したら、また話は違うかもしれませんけれども、えー、やっぱり、 財産も守って、老後の確保をするならば、引退しやすいっていうことになるとしたら、これまた難しい話ですね。うんで。まだ、あの、逃走中のヒットマンもいますしね、引退なんかしてしまうと、その人が逮捕されたとき、何言うか分かりませんもんね、実際問題として。組がなくなってたら、もうギリ立てしませんからね。 もう司法取引といいますか、検察官の条件に乗る可能性もありますし、うん。で、でも引退しなかったら、また襲撃が続くということもあるんでしょうけども、開き直ってしまえばね、あまあまあ、あの、ドアが破れるとかね、あ銃弾が撃たれるかというのも、開き直ってしまえばあ、あまり気にならないと思いますがご近所さんに申し訳ないなっていうぐらいで、 うんだからまだ続くんじゃないかななんとか本当に終わって皆さん本当に三閣民の人たちもね落ち着いてしのぎできるような状態が戻ってくればいいなと思っておりますけれども <music> はい少なくともこの構想の終結 いいうものははない限り、七代問題は具体化しません。ただ構想が終結したらそれをきっかけに七大問題が起こるかどうかは分かりません基本的にはこの棟梁というのは終生その任につくっていうあシステムになっておりますんで司親分がずっと山口組の舵を取られるかもしれません。ただ 司親分の次の7代目っていうテーマになりますとこれはもうあの文句ありませんもう断然高山清若頭ですただ高山清若頭がまあひょ,ひょっとしたらもう若い者にとあのやってもらいたいとおっしゃるかもしれないこれももういろいろ私の中ではもう全く色んなく 竹内輝明若頭ですあの方責任感本当に強いそれにあのややっていることを見てもねえも文句ないと僕は思ってますよ文句なく竹内さんだと思いますそれ以外の人は私のところに考えませんはい今日はこれぐらいにしたいと思います、えー、何か質問があればどうぞお寄せくださいそれとあの 私のこのお,お話、興味があると思った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。並びにいいねボタンを押してください。どうもありがとうございました。